年末年始は多くの買い物客でにぎわう北広島市のアウトレットモール。早くも今日から販売が始まったのが、初売りの定番、福袋です。こちらの福袋、ちょっと持ってみてもいいですか？はい、ぜひ。あ、重たい。ちょっと片手じゃしんどいぐらいの重さ。新型コロナをきっかけに混雑を避けるために2年前から始まった福袋の先行販売。今回の年末年始も続けることになりました。女性向けのアパレルショップの福袋、気になるその中身は？あ、ぎっしり入ってますね。手前のこれ、これがダウンコートですね。アウターも入ってるんですね、はい。総額3万円相当の商品が入って、お値段1万1000円です。調味料やお菓子が入ったこちらの福袋、総額5000円相当が新年にちなんで税抜き2023円です。正月料理にもそのまま使えちゃいます。食料品を扱うこちらのお店で毎年人気の福袋、円安や物価高の影響で多くの商品で100円以上値上がりしているということですが、もう毎月値段が上がるような形が本当に増えてきているんですけれども、我々はずっと1円ずつ上がっているこの福袋を、もう突き通そうと、今年は本当にいっぱいお客様が来ていただければって本当に思っていますね。そしてもう一つ、お正月の風物詩、年賀状にも変化の波が。年賀状離れが加速する中、量販店で品切れ続出となっているのが、年賀状じまいを宣言する就活年賀状です。私も師走の慌ただしさが応える年齢となってまいりました。本年をもちまして年賀状をご遠慮させていただこうと考えております。一方で若い世代を中心に広がっているのが、無料通信アプリ LINE を使った新年の挨拶。15歳から24歳の男女の実に8割以上が新年の挨拶に LINE を使っているという調査結果もあります。そしてこちらは札幌市北区のスーパー。年末年始といえば気になるのが、伊達巻きであったり、かまぼこ等ありますけども、原料コストが少し上がってきてるっていうのがやはり価格に出てますね。まあ、こちらもね、黒豆、まあ、年末にこちらも欠かせない、ものですけども、これも少し、ちょっと原料の方が高くなってきてる。昨年ですと398円だったのが440-450円。食品の値上がりが続く中、企業努力などで安くなっている食材もありました。ズワイガニが特に今年はお安くなってますね。こちら当初の予定よりも1000円ほどお安く提供できてますので、かなり値段的には安くなってます。札幌市が発表した年末年始の食品価格の見通しによると、レンコンや三つ葉も前年より安くなっているといいます。そしてお正月に欠かせないのが餅ですが、値段に関しては据え置きとさせていただいております。例年通りお腹いっぱい食べていただけるかなというふうに思います。何かとお金がかかる年末年始、買い物も一工夫が必要になりそうです。